こんにちは、速稼塾の久保です。4月の終わり、5月でしたかね、そのあたりからずっとね、おすすめしてきた持続化給付金なんですけども、まだまだ持続化給付金の受付期間っていうのも予算っていうのも設けられておりますので、申請の方ね、まだの方はどんどん手続きしていただきたいなと思います。特に副業されている方、ビジネスされている方、ネットワークビジネスなどね、関わってらっしゃる方、全ての方が書類さえ書ければこれは給付されますので、諦めずにね、取り組んでいただきたいと思います。ほとんどの方が自分には無理とかね、確定申告してなかったとかね、事業届けって開業届けって出してなきゃいけないのみたいな、こういう初歩的なところでつまずいちゃってるんで、多分ここをね、事業者として当たり前のことをやっていれば当たり前に申請が可能だと思いますんでね、取り組んでいただきたいと思います。そして、今日ねお知らせするのは、持続化給付金の URL をずっとね、速稼塾のホームページにつけてましたけども、こちらの方をちょっと外させていただいて、ちょっとね、文化庁の方に差し替えさせてもらいますね。文化庁ってのも実はね、継続支援事業、文化活動等の活動支援事業っていうのをやってまして、こちらの予算がね、どうにも余ってるらしいんですよ。告知はしたんだけども、あんまり使われてないということで、かなり枠を広げたりね、領収書の添付はいらないってことになったりね、はっきり言って、申し込みのフォーム、本当私もさっきね記入したんですけども、一昨日それをやろうかなと思って、昨日できなくて、今日ねさっき深夜のうちに深夜3時前後にちょっとやったんですけども、まあ宣誓書を見るところから始めて10分ぐらいで全ての入力と送信が終わったんですよ。すごく早いなと思いましたね。で、領収書とか証明書に関しましては、要求があったら明示すればいいということで、特に求められていません。もしね、出せって言われたら出せってことなんですけども、5年間保存の義務があるぐらい でしかもね、補助金っていうのを前払いもやってるんですよ。だからまずお金をいただいて、でそのお金を使ったものの領収書っていうのはこれから発生しますから取っていけるじゃないですか。ですから今までの活動の領収書がなくても、それは全然問題ないということで、かなりハードルが下がったんですよ。ただ上限は20万です。私は新しい事業、三味線とか民謡に40万使うつもりで、20万補助していただきますので、かなり楽だなと思います。具体的にはマスクを買ったりね、消毒液を買ったりとか、あとお稽古のための機材を買ったりとかするんですよ。放送機材も買おうと思いますし、パソコンとか、それからマイクとかも買おうと思いますけども、それも全て補助で出ますんでね、助かるなってことですよね。で、この活動を、私は民謡三味線なんですけども、バンド活動されてる方とかね、あと、おそらくなんですけども、草野球されてる方とか、将棋とかあるじゃないですか。それからダンスチームね、友達と組んでる中学生、高校生のダンスチーム、これも適用範囲に入ると私は解釈してます。正確なことは分かりませんけどもね。で、あとバンド活動ですよね。エロスっていうバンドがありましたけども、あれライブをしてチケット売ってますよね。で、練習のために経費使ってますよね。十分給付されます。文化活動ですから。メンバーが5人いらっしゃったら、5人それぞれに20万ずつを取得できるんではないかなと思いますんで、申し込んでいただきたいかなと思いますね。それからね、コスプレってあるじゃないですか。コスプレも文化活動と位置づけられてます。ですので、申し込んでみればいいと思いますよ。コスプレ衣装なんて1着5000円とか1万するでしょ。で、それ続けたいじゃないですか、これからも。で、コミケとかもなかったじゃないですか。だから小さい活動になってると思うんですよ、今。で、個人撮影会ね。これは一部ちょっとね、まあ、女の子をやってる、ちょっとエッチな個人撮影会も入るとは思いますけども、基本的にはいろんなね、コスプレの格好をして、神社でこうやってお祈りしてるところを撮ってみるとかね、ああいうちょっとコスプレっぽいね、個人撮影会って結構流行ってると思うんですよ。武士の格好をしてね、真田幸村みたいな格好をして、こう、武士の軍団になってパシャッと写真撮って、で、おでん食って帰るみたいなね、そんなオフ会があったりしますけども、そういうのももちろん OK だと思います。文化芸術活動ですから、同人誌活動ももちろん OK ですよね。場合によっては鉄道を写真に収める撮り鉄ってのも大丈夫なんじゃないかなと思いますよね。まあ前例がないんで、何が通るか何が通らないのか分かりませんけども、趣味をやってる方、そこに経費がかかる方、何がしかのコンテンツに応募したことの経験がある方っていうのは、これほとんど当てはまるんじゃないかなと思うんですよね。まあまとめますと、趣味を持っている人はみんなこれやればいいと思います。もし却下されたら、それはそれでいいじゃないですか。で、入力簡単なんでね、10分か20分で入力できるんだったら、それで10万円とか20万円狙えるんだったらね、高い時給の仕事が1個舞い込んできたようなものだと思うんですよ。で、この本論の趣旨ってのは、不正にお金をね、取得しようってことじゃないですよ。今やってる活動の延長線上に未来の子供たちの夢があると思うんですよ。日本の未来を決めるのは、今趣味とかね、文化活動をやめてない人が食べる寝るだけではね、人間は生きていきません。
楽しみがあったりね、喜びがあったり、そこに一定の趣味がないといけないと思うんですよ。私は昨日ね、アメ車のなんかイベント出てきましたけども、あれも公式事業ではないかなと思うんですよ、うん、参加費が必要でね、それから優勝した人には商品や賞金が出るわけですから、賞金がね、それギャラのためにやってると言ってもいいと思いますし、うん、聞くんじゃないかなと思いますよね。アメ車ショーとかアメ車グランプリとかね、アメ車のイベント、これももしかしたら文化芸術活動に入るかもしれないなと思いますんで、どうぞね、枠を広げて、自分はダメだろうじゃなくて、自分ももしかして申請して見てもらえるかもしれない、点検してもらえるかもしれないって気持ちで、趣味のない人はいないと思いますんでね、読書でも何でもいいですんで、やってみるといいと思います。それではね、今回は以上です。じゃあこの文化芸術活動のための URL をちょっとね、貼っときますね。宣誓書と申し込み、私が実際にした申し込みを貼っときます。今日からそちらに差し替えさせていただきますので、よろしくお願いします。それでは。